入れた。ゆま、じゃあ、ジェリーの先生、大体黒板消さないで授業変えるヤマト、カマトです。今日は何？今日は克服。ポンジージャンプですか？違います。あ、もう無理になった。あ、違います。ショート毎日投稿してます。まあ、本日ちょっと僕に関する企画なんですけれども、やっぱ視聴者の皆さんからした僕のイメージって、イケメンで。頭よ、何笑ってんの？何笑ってんの？お前続けるわ、何笑ってんの？今のはさ、ちょっとヤバくない？めっちゃ聞いてただけだもん。みんながお前の話に注目してただけだろ。いい、どうぞ。で、それもいじってるし。聞くって言わないからね。今俺がボケるターンだからさ、終わったら来て。行くよ。視聴者のみんなから見た俺って。あー、怖すぎだろ。ねえ。はい、もう行こう。もう、いや、俺はさ、結構意外とポンコツやもん。頭いいとか、顔かっこいいとか、背が高いとか、いろいろあるんですけど、ポンコツな部分がありまして、もう自分でも分かってるんですよ。ちょっとポンコツだなっていうか。性格とかね。いや、性格ってくくらないでほしいんだけど、その日常的にね。日常的にちょっと抜けちゃう部分があったりとか。確かに。抜けてるが、ちょっとずつ抜けてるだったら、可愛いなで済むこととかもあると思うんですけど、結構重度の ADHD でして、まあ、周りに迷惑をかけることも多々あるよね。あるね。うまけど、まあ、YouTube の中でもさ、抜きに出ちゃってるし、すごいいいんじゃない？で、やりづらいっす。いいと思うけど、俺は。まあ、マーブに言われるから、ね。マーブが言ってるからね。マーブじゃないよ、俺。あんの？ちゃんと外したら。あるよ。ここ、焼かれてんじゃない？焼かれてない。あ、やばいやばい。最近のなんか俺抜けちゃってたよみたいなエピソードあってそう。昨日やばかった。昨日僕実はね、キモいって言われちゃうと思うんですけども、鈴木くんと二人で飯に行ったんです。あ、行くなよ。うん、激キモコンビついに2年、1年ぶりぐらいに二人で飯に行きました。玄関で靴履くじゃないですか。で、それを出て行ったヤマトがいて、で、俺の靴どこかなと思って最初買った方しか俺の靴がないんで、俺の靴どこ行ったんだろうと思ったら、ヤマト僕の靴とヤマトの靴を片方ずつ履いてました。そんな似たような靴なの？真っ白のスニーカーと、まあ、結構色がついてるスニーカーで間違えた。じゃあ考え事してたんだよね。それもだから ADHD の症状の一つなのかなと思ったんだけど、結構深刻なことだよね。ADHD ってさ、キャラみたいに言ってるけど。そう。割と深刻な問題ではあるよ。せめてこう YouTube で話せるからいいかなって思ったんだけど、じゃあお返しに一個ひどいエピソードがあるので。ユーマご飯行こうぜってなって、あ、いいよってなって、出る瞬間に、あ、うぇっす！最後ないっす。なのに、無線でしょ？エピソードになるでしょ？みたいな感じで。結局そのままなんか、どうせエピソードになるんでいいじゃないですかみたいなテンションでついてきて。飯？え、ユーマどう思ったの？いや、割り勘にした。もうお金後で返してって言って、俺が。で、その後ユーマ、あの、帰り際に、すいません、ちょっと僕、カラオケ行きたいんで、1万円貸してください。容赦なくて受ける。2人の時も余裕の敬語で、カラオケ1万1人で。本当に返せばいいと思ってるから、その前の忘れてきてることなんかどうだってよくない？どうだっていいんだよね。しかもこれで笑いになったでしょって思ってるから、全然育たないんだよね。育たない、まだ育たない。育たない、変な方向に育ってる。めきめきとね。まあそんなエピソードもありましたけど、他に何かにあげたかもしれないけど、ヤマトこうずっと2人で喋ってたらロボになっちゃってた。ヨガマットみたいなやつを右腕と左腕に巻いてた。巻きながらなんかこうめっちゃ会議の真面目に話してて、めっちゃ綺麗になんか巻けたのが嬉しかった。なんかこう持ってもうみたいなやりながら喋って、多分やってることには気づいてないんだよね。そうなんだよね。出来上がった時にヤマトお前ロボになっちゃってるよっていうのは教えてもらって気づいたみたいな。いや、怖いんだよね。俺も気づいたら歌ってるからさ、みんなにうるさいって注意されて、あ、俺歌ってたんだって気づくの。ADHD の症状なのかな、これ。そう。でも今日その ADHD の話は、全く関係ないです。関係ねえのかよ。でも、僕の企画っていうのには変わりなくて、僕実はあの、色盲っていう病気なわけなんですよ。うん。で、これ色盲ってどういう病気かっていうと、まあ、簡単に言うと、色の区別ができない。色盲って人によってその、重度は変わってきたりするらしいんだけど、俺はね、色は見えてるの。この色とこの色の違いとか分かるんだけど、単純に言うとこの色が分かんない。何色か、うん、その信号とか分かるから日常にはあんまりこう支障はないんですけど、ダメージないけど会話に詰まるみたいな。そう YouTube やってるから、まあその会話の種とかにもなるし、友達が友達だから別になんかその気まずいわけでもないんだけど、やっぱなんか僕の中でちょっと一個改善したいなと思って、おーい、ちょっと企画をちょっと持ってまいりました。ということで本日の企画、ヤマちゃんの色盲を改善しよう。改善とかされるもんなんか。
そうで、これ調べたんですよ、一応ネットで、色毛治るのかみたいな。で、色毛の治療方法は現在ありませんっていうふうに書いてあって、全くあの治る見込みがないらしいんだけど、そんなことはないだろうと。疑ってんだ。あ、疑ってる。あ、検証企画でもあるんだよね、今回は。けどそれってさ、例えばこの色、まあ茶色じゃない、これを黄色に見えてたとするじゃない、ヤマトの中での黄色がリアル世界の茶色なだけで、違った名前で覚えていけばさ、もう色毛ではないやん。これ何色って言われた時、黄色に見えても茶色っていう、ヤマトからしたら黄色く見えるものを茶色って覚えればいいっていう。あ、違う、それはそれで違うんですよ、また。だ、例えばこれはグレーじゃん、で、ヒューガが、いやこれグレーじゃないよって言ったとして、ユータは、いやグレーだよって言うやん。俺グレーじゃないよって言われたら、桃色だ、じゃ、ってなんだよ。だ、そこが色毛なんですよ、多分。どっちにも捉えられることが治らない限り治ったとは言えない。そういうことなんだよ。漠然としてるの、ちょっと漠然としてるわけじゃないんだよね。考えれない。そう、考えれない。これが何色かっていう判断能力がない。そう、その判断がない、判断のあれがない。多分見えてんのよ、グレーに、本当は、けど、これがグレーっていう判断能力がないでしょ。そう、しか、判断能力をつけていけば、治るんちゃうの。例えばこれだったら、白グレーみたいな。まあ、そう、明るいね。これ、ユータのこのパンツがすごいむずい。俺からするとこれは、濃い緑、カーキーでしょ、でもこれが、いや、カーキーじゃないよって言われたら、俺は、じゃあ薄い茶色ですねなっちゃう。それすごいね、薄いギャルですねって。俺ら、俺がカーキじゃないって言われたら、え、じゃあ何。そう、でもね、多分結構いると思う。だってウンパもそうだよね。ウンパも結構色毛で、全然わかんない。多分俺と同じタイプの色毛なんで、みたいな感じだった。そう、まあだから会話によっては盛り上がったりもするんだけど、結構こう悩みだと捉えてる人もいると思う。まあだからちょっと、まあ難しい話題ではあるんですけど、まあ一つの僕のこの色毛の捉え方として、こういう風に明るくすることもできるっていう風に同じ病気の人はね、捉えてもらえたら嬉しいと思って、ちょっと組んでみた企画でありますと。でも最近やっぱヒューガと一緒にやっぱスニーカー部を作って、色の会話も増えて、結構いい感じでしょ。結構当たるね。教えてない、別に。前まではこれって何色だよねみたいな、毎回聞いてたけど、これはね、緑みたいな。顔いいの、顔いい。これはオレンジみたいな。そのなんかもう答え合わせ俺にしてくる感じだから、聞いてくるというよりかは、だからそれ大体当たってる、9割ぐらい当たってる。おお、すごいね。マジでね、スニーカーのおかげなの。何色のスニーカーですかって言って買うじゃん。そしたらその色をその色として覚えようとするから、似た色を見つけた時に、あ、あのスニーカーの色だからこれかなっていう、ちょっと暗記科目。でもこの色とかめっちゃむずい。これは肌色。いや、これね、色鉛筆で持ってたら嬉しい色。モテるよね、確かに。嬉しい色。いい。第二規模、パステルグリーン。ちょっとグリーン系。なんか31のポッピングシャワーの緑の部分。いや、わかんないわかんない。ポッピングシャワーって緑の部分あるの？この色が入ってる。この色と白と赤とみたいな感じ。ピンクに赤い玉じゃねえ。衝撃なんだよ。ポッピングシャワーこの色です。メインは何色って書いてある、この色。これと白。ピンクじゃない。こういうことなんだよね。衝撃。お、衝撃なんだけど。みんなはないわけでしょ、この衝撃が。だってヤマトさ、何年か前にその LINE が緑のことして衝撃受けてた。びっくりした。オレンジだと思ってたんだよ。オレンジだと思ってた LINE をね。ポッピングシャワー緑です。新しく知ったね。ちなみにマスクメロンはさ、これと同じ色だよ。まあそうだよな。ほら、ロッキーロードはカーキ、深カーキみたいな。ほぼこれじゃない。あー、だから茶色とカーキみたいな。カーキはちょっと、カーキは違うかもな。だからそこなんだよね。覚えていけるから、覚える意思もあるし、なんかそれをちょっと企画にして、改善ロケを今回していこうかな。全員で行くわけでは今回ありません。今回なんですけれども、僕以外のメンバーをちょっと2班に分けさせていただきまして、改善班とテスト班、この2つの班に分けさせていただきます。改善班は僕と一緒にロケに行きます。で、実際にその街中にあるものを、実際ロケで回っていきまして、これは何色ですかとか、これは何の色だよとかいうのを実践訓練でこう叩き込んでいきます。まあそれ一通りやり終わったら、次テスト班が用意したテストをどれだけの正答率で当てていけるか。まあなんで、結構大事になってくるのがロケ班。これは何色ですかみたいな、優しさとかも必要だし、なんかひどいとね。そう、ここにやっぱ積極性がないとまずいということで、優しい2名を選ばさせていただきました。優しいランキングっていうのありましたからね。今回僕のロケに同行していただくのはユータームコンビです。おい、俺どこ行って11位ですよ。どこ行って。やっぱそのヤニヤニコンビは早々に会って、そのヤニしばく可能性あったんで。しばかない
いよ。いや外放り出すとそうよ、うん、なんか3人のロケおもろそうやな。あの看板何色か分かるみたいなこと。ああそうそうそう、あれは歩行者のやつなんで青ですと。お願いなんだけどさ、ロケするわけやん、5つでいいからさ、漫画ボケもらっていい。なんでノルマ課せられるの。ごめん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 。いやお願いお願い。いや弱いって俺ら漫画。それはその映画ボケとかだ。あ、もう何でもいい何でもいい。あ、その作品ボケだったら。あ、じゃあテストはどうします。これ31アイスでやります。おお、結構いろんな色あるでしょ。分かんないと思うよお前。めっちゃむずいね。だからアイスとかになるとさ、例えばポッピングシャワーも3色やん。このアイスに使われてる3色を答えるの。そうそうそう。じゃあちょっとあの31カニ刺しに、あ、オッケーです、オッケーです。どの順番で出そうみたいなのはちょっと2人の方で設定しといてもらって、じゃあちょっと明日僕たちロケ行ってくるので、用意してもらって、そんな感じで企画を進めていきたいと思います。ういそうです、やっていきましょう。はい、ということでベリーズ来ました。まあ、早速ね、今からちょっと色毛の克服トレーニングをしていきたいんですけれども、うん、もうガンガン俺に質問というか来てほしい。じゃあ普通にベリーさん何色か分かんない。真っ赤。純白の赤。だからフェラーリとかの赤と一緒。あー、それで言うとちょっと違うね。あ、そうなんだ。ワインレッド系。あ、そういうのをやめろよ。ワインレッドとかターコイズブルーとか知らないよ。エンジ、うん、ビリリダマと一緒。そいつの名前を言うな。なんでボルデモート的な。あはは、一個出た。囚われてる、囚われてるよお前。ヤムチャは何。ヤムチャはオレンジっぽいな。着てる T シャツがオレンジみたいな。T シャツじゃねえからあれ。武道着みたいなやつや。最初に言っときたいんだけど、今日コメントでヤマト君ボケですかとか、わざとだろみたいなコメントは、これは傷つくのでやめてください。僕も本気でいきます。だから例えばユータのこの今日の服で言うと、うん、これはむずい。赤。お前ってやっぱ本当くだらないよな。マイクルに比べてボケの弱さとか。くだらないわ。いや、あのエメラルドグリーン。あーマジで。お前なんかそのワインレッドとか着てた割に自分で言うやん。エメラルドグリーンとかその曖昧な色。これはまあ確かに緑っぽさあるな。エメラルドグリーンじゃないって言われたならサーモンピンク。いやピンクでもないな。けど多分これがこう見えてんだなっていうのは分かる。薄苔色みたいな感じだから。うわずる、分からな。苔色がまず何色、何の親戚とか言ってくれると分かりやすいんだよ。苔色はカーキの親戚だよ。でカーキは誰の親戚。緑の親戚だよ。あ、じゃあ緑系統ではあるんだ。ちょっと離れちゃってる緑。うん、なるほどね。緑を薄めてったらこの色になってるみたいな。まあでもいい線いってるよね。いい線いってる。むずいんだよこういう色は。アーム切りこれ。あー当てに行っていい。うん、コン。おお、これはネイビーやね。うん、コンと紫の違いは難しいんだけどね。だからね、結構ね色は知ってんだよ俺も。で俺で言うと今日は水色と青で、緑のラインが入ってんのも見えてる。うん、黄緑のラインね。あ、黄緑のラインね。これ黄緑だ。黄緑。めっちゃやばいやん。いやお前なんでこれ。そのお前色知ってるみたいに言ってるけどさ、じゃあ色毛じゃないや。じゃあ色の種類いっぱい知ってんのよ。ああ、まあ、名前とかね。そう、いやそもそもが例えば黄緑知ってるって言ってさ、ヤマトが思い描いてる黄緑はこっちの世界でいう黄緑じゃないかもしれないってことでしょ。簡単に言うとクレヨンの色で全部覚えてんの。だからそれがちょっとでも薄まったり濃くなったりすると分かんない。このクレヨンの色ないやろ。これ見たことないね。あれずんだ色。なるほどね。うん、来ました。ずんだ色が僕の天敵です。ずんだ色、ベージュ、カーキ、これがマジで天敵。あーそうだね、微妙だもんね。微妙な色な。けど枝豆ってさ外枠緑やん。その中の豆の色に近い、うん、いや違うだよ。中の豆黄色じゃね。いや黄色ではない。黄色はやばいよヤマト。お前黄色はやばい。黄色はヤジ。黄色って言うんだったらヤジよ。枝豆が黄色なわけないよ。いや枝豆は黄色いよ絶対。か黄緑。待って、ヤジと同じ色だと思ってんの。うん、枝豆プチってたらヤジ出てくるような。マジか。形だけに一緒なの。黄色はこのタイムズの色よ。あーそうなる。でも俺からしたらこれ枝豆と同じ色だ。マジか、お前何食ってんだよ。そういう枝豆も悪くない。え、ないないない。じゃあ枝豆何色って言われたら何色。この色ではないやろ。まあ、だからガッツリこの色ってわけでもないけど、俺らも合ってるか分かんないけど、俺言うなら薄カーキみたいな。カーキはやばい。だってズボン出てくるようなもんでしょ。で色ズボン、このこれでしょカーキって。まあでも黄色よりはこっちの方が近いかも。なんてな。あ、これ黄色黄色黄色のポルシェ。おお。でも俺からしたら枝豆色のポルシェ。バカか、枝豆のポルシェあるわけね。あとさ信号さ3つあるやん。真ん中と右同じ色なんで。上
は黄色と赤、これ赤じゃなくない？赤止まりは赤だよ。え、赤じゃなくない？赤は止まれだよ。違う、それはさ、赤は止まれっていう固定概念にやられてるだけで、あれは赤ではなくない？黄色じゃない？赤です。赤です。固定概念とかではなく、あれは真っ赤です。いや、真っ赤はこの車やろ。お前さ、やめんなよ、お前マジで。お前ここフェルトでできてんだからやめろ。雨漏りするぞ、時期に。真っ赤はこの車の色やろ。ってなったら、あれはじゃあ何赤？いや、あれが真っ赤、逆に言えば。まあ、だから言うなら、青がちょっと緑っぽいよ。あ、なんか俺、あの信号の青は肌色に見える。ちょっと、これって言われたらこれだわ。あ、え、今これ青になったやん。これ、水色。水色じゃねえよ、お前、キモいな。全然ちげえよ、お前色。その難しいんだよな、ここら辺の色。街中がむずい理由として、やっぱ曖昧な色が多いのよ。あとなんかね、商品とかだとね、明確な色使うから分かる。え、ダンボールの色分かんない。うわー、すげえいい質問だな。オレンジ茶色みたいな。まあベージュ。あ、簡単に。これと同じ色？あ、そうだね、これと同じ色だね、ほぼ、うん、なんかけど、よくない？ヤマトの見え方ってさ、うん、色を分解して見れてない？例えばカーキとかだったらさ、緑と茶色混ぜたようなとか言えるわけや。逆に俺は単色で見えてしまってるから、何と何を合わせたらこの色になるとか分かんないの。あ、なるほどね。あむつきは分かんない。あむつきはだから言うた側よ。あの絵の具とか作るのうまいんじゃない、ヤマト。この色作ってってなった時に、これとこれ組み合わせたらなるかもってなったら。あ、そうだね。だから白と青混ぜたら水色になるみたいな、うん、逆に才能なんじゃない？赤と青混ぜたら紫になる。うん、お前全然ありきたりなやつしか知らないよ。お前輪ゴムマジック披露した新庄さんみたいや。あれはありきたりやばい。あれはありきたりやばい。だから例えばさ、まあ龍の油そばの色とか超むずくない？まあ俺からしたら第一希望はオレンジなのよ。でもオレンジのものなんて食うわけねえだろって言われるから、茶色かとか言うんだけど、まあ、あれは若干黄色っぽいね。だからまあ黄緑。黄緑って言っちゃうと、やっぱ食べ物に対してはさ、怖くなっちゃうわけやん。黄緑は最近なる。むずいよ、もう。あー、並んでんな、今日も。すごい並んでんね。じゃあ、通って言うと。通ってみるか。うん。まぁ、ちょっと一回ブレイクタイムなんだけどさ。うん。早っ、お前、何先疲れてんの。お前のために頑張ってんのに、お前が先疲れんの。いや、ちょっとその、色の情報多すぎたからね。うん。ちょっとおめでたい話があってさ、一個。ほなる。去年さ、あのシャネルの香水の広告をやらせてもらったじゃないですか、うん、それが意図せぬ方向にちょっと炎上して、でそこからちょっとハイブランド系の仕事来なくなったやん。でなんと今日ですね、そのシャネルの時に燃えてしまった3人でイヴ・サンローランからお仕事いただきました。サプライズ？いや、あの予定表にも書いてたし、ゆうた明日イヴ・サンローランだねって言ってたから。マジで3人でやんの？大丈夫？このメンツですよ。おっと、物好きちゃう。いや結構だから攻めるよね。けど俺優しさだなって思うけどな。俺らは気にしてないよ的な。うん、私たちは気にしてないよ的なね。まあ何度かねやらさせていただいたことありますから。そう、俺とゆうたは最初やったね。うん、イヴ・サンローランだからコスメなのかな、香水。またこうやって持たされないよね、大丈夫。いやけど別にこうやって持つこと自体はよくある話やん。こう持つのはかっこいいけど、ジャンプしてたってことやん。飛ぶっていうのは俺はもう当日知ったからね、ちなみに言うと、うん、あれ結構飛んだしね。うん、全く悪いとは思わないけどね、飛ぶことすごい楽しい撮影だったし。そうそうそう、ちゃんとチャンスっていう香水の意味がかかってて、キャスティングしてくれた理由がすごい嬉しいなと思ったけど、チャンスを掴んでるコムドットさんにっていうことだったからね、うん、よかったんだけど、なんだろうね、伝わりきらないんかな。うん、まあ、その努力とかが見えてなかったかな。あの俺らがどんだけトランポリンを飛んだかみたいな。そうだね、足とかもあれ痛いからね、結構背景がね見えづらいからね、写真だけど。ね、車バレんだけど。ゆうた、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 ゆうた。あ、ケージだ。ケージだ。ケージだ、ケージだ、ケージだ。いや、今の映像欲しい。ケージだ、怖っ。ケージだ、ケージだ、ケージだ。だけど最高耳。え、うらーって。ユータの車を勝手に垂らすっていうギャグをやろうとしたら、最後尾に結構セットしたキムキムキ。抜き打ちいたんだけど。待って、俺見てなかった。ユータ分かんない、あれは気
木内じゃないかもしれない。いや、あれは木内だよ。おかしいもん、木内がすごいいんの。いや、もう俺とヤマトはもうあの衝撃は味わえないけど。あー、見ときゃよかった。マジでヤバかったよ。最高におもろい木内いたわ。あいつ最後尾なのかよ。最近来たんだ。うわ、マジで見たかった。逃した。今ね、この色毛のこの旅の途中に龍をね、横切ったんですよ。龍っていうのは僕らがいつも行ってる地元のラーメン屋さんなんですけども、ファンの方たちがね、足を運んでくれてるわけです、うん、で、今日平日の昼なんですけど、もう結構行列してたんでね、すごい十何組並んでましたよ。通る前に俺がヤマトにちょっと俺の車バレるからやめてって言ったんだけど、ヤマトがユータの車をバラすみたいなボケで、ユータユータみたいな行列にこう言ってってたら、最後尾にキウチがいたっていう。おやった最近一の衝撃だったな。わかんない、キウチかわかんないから どうする。一回なんか撮った方がいいかもね。いや、あっちゃん本当最後尾見てて、一応ね、そのまあファンの人とかもいると思うから、うん、ここを左曲がったら一応龍があるんですけど、うん、え、通り過ぎるよ、止まんないよ。一応ね、キウチがいるから多分ね、あの痛い。キウチファンと同じ顔してるのやばいって。キウチ嬉しそうってやつだ、キウチ。うわ、めちゃめちゃキウチや。おもろすぎる。そうだよね、あそこの列に並んでる子たちは大抵知ってるだろうからね。全員ファンの子でしたね。ちょっと衝撃映像をお届けすることになってしまったんですけど、いや、マジか、こんな衝撃的なことになるか。いやー、すごかったね。ってことで、車に乗ってるだけだとやっぱ見える景色に限りがあるということで、まあ、ちょっと僕たちの昔使ってた駅、まあ、人もいないんで、まあ、ロケもしやすいかなというところで、まあ、実際降りて売ってある商品とか実際こう手にして色を勉強していくっていうのをやっていきたいと思います。おう、じゃあ降りていきますか。はい、はい、ということで僕たちの地元の限界集落に到着しました。久しぶりに来たね、この裏側駅の。そうそうそう、うん、まあ、でも色には溢れてますから。色溢れてるよ。やっていきましょう、ロケ。うわ、久々に歩いてますね、ここ。もうガンガン聞いてわっちゃん。わかりました。これは何色とか。あ、もうこの外壁とかの、これ、うん、グレージュ。まあグレーでいいんじゃない。グレーでいい。これはこれ、オレンジュ。うん、オレンジでいいんじゃない。うわ、色全然ないな。あるわ。あ、あれとかいい。じゃあ自販機でやろうよ。あ、自販機やりやすいわ。めちゃめちゃ色あり。あ、ほら、ちょっと俺聞きたいやつあったわ。1問目、ドクターペッパー。ドクターペッパー、いやー、なかなかいい色ですね、うん、黒と赤。あー、あのグルセイカー教えてって。ワインレッド。うん、え、ここワインレッド、赤紫的な。赤紫です、ね、あー、むずいな。次、じゃあこれ、うわー、むずい。結構むずい。メロン&ミルクだもん。それはちょっとね、変わった色になります。ミルクティー色。え、既存の色で言って、まああるのかもしれないけど、ミルクティー色って。ベージュ。正解はアユだ。第二希望がない、これに関しては。この、あれだ、ドリンクの色だ。そう、緑。まあそう、マジ。もうちゅうなら、これこそ枝豆。くんだ色だ。あ、これだ。いや、むずいやつばっかじゃねえ、もっと簡単なやつから出してよ。あ、じゃあ普通にあのヤマトが好きなコーラは。コーラは赤と白。あ、白。あ、まあラベルはね、うん、中の色、うん、黒。まあ黒だな。いい感じやん。いい感じやん。ここのスポーツウォーターは。スポーツウォーターか。中が透明。水色、水色、ごめん、水色。甘い。水色、青、ピンク、ピンク、白濁色ね。うん、白濁色。いや、結構ね、むずいの多い。だってミルクセーキとかも難しいもん。これとか、あれもね、青、白、ピンク。で、その瓶の色、瓶がピンク。あ、瓶がピンク、うん、あの、このね、ポチポチしてる丸がピンク、うん、同じじゃないの、丸とこれ。あー、お前やっちゃってね。あー、違う。お前やっちゃってんだろ。お前、わざとだろ、それ。お前やっちゃってんな。今ちょっとすっげえ鳥肌立っちゃった、今。恥ずかしい。でも俺がわざと間違えてると思う。いや、気持ちわかるよ。この資格持ってきて、その最後、後で揉んで出してもらうときに成長したいみたいなとこを見せたくて今下げてるっていうのはわかるんだけど、やりすぎね。
あ、もうコンタ見え丸見えだ、うん、いや違う違う性格悪すぎ、いやいやいや、お前がキモすぎただけだお前のやり方が分かりやすすぎただけだええ違う、これがえ俺がお前ほんとダサい、やってる、ね、真面目にあれ付き合ってやってんだからお前あっちゃん信じてよ、これ俺本当にやったよ、いやお前瓶とそのラムネの点が同じ色なわけないよ、まさか今までのお前も言ってなかったわ、いやここ同じだから濃淡でしかねえわ、これとこれでしょだから、ま、いや分かるよ分かるよ、違いは分かるよ、ダリーから買うわお前ちょっとどんなスイッチ絶対飲みたいんだろマジで、はい、だるくても買うな、あ弱くても勝てます的な全く違う、これ近くで見てみ、あっちゃんが買ってくれた、いや分かるよ、近くで見て違うのは分かるけど、サーモンピンク桃色みたいなことや、ああそう見えてんの、ほら謝れよさっきの、それがわざとの世界線のヤマトってことね、ねえあっちゃんそれ、いやリアルを見せてほしいヤマト、みんなもリアル見たいと思ってるし、俺もリアル見たいと思ってるし、お前もリアルで成長したい、リアルをやってんのにさ、えだってあここのこと言ってたのかヤマトはピンクを、あーその縁のとこね、うん、違うよここのラムネ自体がピンクお前もう長いまだやんのか、長いのかじゃないフルフルシェイク、いい開けるよ、若くね、お前盛り上げ方が、いや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 顔ピンクです、どんどんいきますよ、どんどんいこう、けどもうあとミルクセーキかゆずレモンぐらいじゃね、あーでももう俺やかも、なんかどうせわざととか言われる、言わない言わない、今のラムネがちょっと際立ってわざとだっただけで僕は別に思ってないから本当に怖くないんだね、ゆうた俺のファンが、怖くないよお前、だってめっちゃわざとだったよお前すごいわざとだったよあ、やばい、ユニバーシティブルーかいいよお前、ヤギ沢にそんなやついらないんで、はい次やって、じゃあ行きますよ、はいじゃあやる、ミルクチーズ、うん、ガチでやります、うん肌色、あほらほらガチじゃねえか、それはね、だってボケようがなかったんだろさっきのも無理やりボケてたみたいだけどボケじゃねえじゃあゆずれも、オレンジ黄色、おおおおすごい、それ確かにボケづらい、ボケづらいとかじゃねえからもうオレンジとピンクでしかないから、まあ、ボケづらいから、あ、黄色だ指摘ミス、指摘さえ飲めえ、飲んでて罰ゲームみたいですね、飲め早く、いい、後で飲む、いや、いいよ、誰からあっちゃん、これ買って、いや、なんでよ、いずれも飲まないちょっと間違えて、ゆうだが一気するやつ、ちょっと気分、一気すんな、マジ俺今お腹痛い、甘酒やだよじゃあ選んで、一気するやつ選んでよ、水やめて、コーラやめて、コーラ普通に、あ、すみません、見ての通りこれあの自販機独占とかそういうことではなくて、あの誰もいないんです、じゃあそれ一気して、なんかあのケンガンアシュラのキャラのモノマネして、一気の人の角度じゃねえよ、誰がいいの、いやいやいや、今井コスモか、お前お前適当に突っ込むな、クソガキお前適当に突っ込むな、本心の死刑囚の戦いやろ、坂東対この人やろ名前は分からんけど、はい、ちょっとユータの企画じゃないか、おい自販機、うん、もうないね、できる問題、おお、東京で初雪、えあみんなこんなところで初雪なんだよ、こんなところでみんな、まあ、けどやっぱさ、俺らってあれや、別に都会者じゃないや、都心に出て活動してるわけじゃないし、やっぱこう地元の駅来るとなんかほっこりするわ、なんか鍛えられてる気がしない、はい、だお前がボケでふざけたりするから、ボケでふざけてねえわ、お前真面目にやれ、え、びっくりできてんじゃん、びっくりやばお、お、神だ、ここパチンコ屋さんじゃなかったっけ、パチンコ屋さんだね、ゆうたってその昔ここに何があったみたいな結構知ってる人だよ、だって俺ここめっちゃご利用してたもん、めっちゃ行ってたんかい初めて聞いたんだけどパチンコしてたん、経験者なんだゆうた、あ、違う違う違う、この辺ね、ああこことか俺バイトしてたし、えあのパックだ、ゆうた、そう、焼き鳥屋さん1回だけ、え、待って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 、なんて1回だけ、1回だけって何、あ、違う違う、実際にあのテンションで違うわ、確かに、じゃあ1回立て、ああ
何回働いたの？1、2回。やばっ。やばい。任せてないし。じゃあ本当 YouTube 転職なんだな。うん、YouTube っていうよりこの友達とやるっていうのが転職なのかもな。あ、ちなみに100円ローソンはヤマト何色に見える？緑。おお、いいね。こんな楽勝なもんで出すな。これは余裕や。そのポールとかね、いや、ない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 って。だから高橋院と一緒だって全部。高橋院だからで。あ、これは？これ。ピンク。お前だるめっちゃできるやん。すげえわざとだったやん、自販お前。お、なんか、何仕込みこれ。お、なにこれ。なんかおもろい。なにこれ。なにこれ。なにこれ。お前、八木さん変なとこ気合い入れてないこれ。もう間違った気合い入っちゃってないこれ。これだるいんじゃないよって、ちょっと。高くない？しかも700円する。ラリーかも、ゆうた。でもすごいわ、保存料、化学調味料、着色料なしだって。めっちゃ健康な悪魔のホットソースだわ。うわ、どれにしよう。これも同じや。最後負けんな、クソガキ、こじき、クソこじき式もが、お前。すいません、今のは嘘です。今のは嘘です。おお。ヤマト行こう。だってヤマトのあれだし。じゃあ色外したらやるわ。え、どこの色？ここ中身の色。赤。ちょっと濃い赤だから不正解だ。バカバカに。赤系統なだけで焦げ茶赤。自販機に書かれてる方は赤。うん。はい。いいの？うん。悪く映るよ。映んない。そもそもが辛いのいけんのはヤマトぐらいだから。そうか。普通にめっちゃ辛かったらどうしよう。いただきます。お。チリソースじゃん、ただの。全く辛くない。切れた、切れた。ハワイでも人気らしいよ。コモコに入れた。口開ける。全然 YouTuber ちゃうやん。何が転職やねん。早く口開けろや。早く開けろ。なんでそんなこと言うのよ。いや、俺、はい。いや。ね、マジで本当にくだらないと思うんで、じゃあ、あっちゃんと言うとじゃんけんして。はい。出さなきゃ負けろよ、出さなきゃ負けろよ、じゃんけんぽい。はい、言うた。俺がやる。ね、チキンなよ。マジ全然 YouTuber ちゃうな。じゃあちゃんも。なんでやねん。だって書いてあんじゃん、悪魔って。辛い、全部これ。分かってただろ。じゃあ先にそれをもう一口飲んだ方にラムネをあげよう。何ニカニカしてんだよ。お前もだろ。一人一回じゃないわ。今のお前の一回があってもう一人一緒になったから。いや、だから俺別に辛がってなかったよ。こいつもほんと何が YouTuber 魂で決めえな。勝たんなお前は。いやいや、待ってろ。やってやるよ。おー、うるおすな、キモいな。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 ラムネ、跳ねたやん、横に。ねえ、やりかねない、言うたら、マジで。え、大丈夫、大丈夫。ね、ほんとやだ。もう、上向けて。上向けてよ。上向けたら、穴に入れるやん。じゃあもう終戦ね。これやめよ。俺が強かったで終わりでいい。でこれは何なの結局。ホットチリソース。ちげえよ、色だよバカも。何の企画やってると思ってんだよ。まあ赤だ。赤だ。赤だって。くだらな。もうこっから帰ったらテストあるから。うん。お前本当俺らの時間無駄にしないでくれよ。頼むぞ。けど成長してるよ。成長してるよね。うん、じゃあ撮影場所戻っていきたいと思います。はい。はい、ということでトレーニング終わりました。どうだったんだよ、トレーニングできたのかい。成長はしてます。あ、昔にも見えてる。うん、佐藤コーチの方がスパルタで、お前わざと間違えんなみたいな。やばい、病気に対してわざと。あれはわざとすぎたね。お前わざとやった。いや、やってないよ。え、けど1個当たって優しいやっちゃん見てるけど全部。あの、自動販売機のね、飲料でやってたの。この飲み物何用だみたいな。ラムネの缶があって、ラムネのパッケージが白、まあ、緑で、ラムネの瓶も描かれてるんだよ、缶に。でラムネの瓶ってさ、なんか緑っぽい感じ。うん、
ラムネっていうカタカナのラの最初の筆置く位置になんかピンクの点みたいなのが3つあったのに、ラムネのところに。でそのピンクの点と瓶の色が一緒だっていう。ピンクと青が一緒って。そうだ、ピンクと一緒はさ、グレーとかって言ってで、真緑なわけよ、そのラムネの瓶は、で、それの言い方もこれ何、何ピンクとか言うんだよ。え、どっちこれ本当の本当に、いや、その後も説明してるんだけど、濃いピンクと薄いピンクに見えてるの、俺は。緑がピンクに見えることもある。緑がピンクに見えることもあるっていうのが今日判明した。だっていつも緑はこういうさ、茶色とか言うやん、うん、薄緑、エメラルドグリーンみたいな。だからユータの今日の服みたいな感じよ。ユータの今日の服はエメラルドグリーンではないんだけど、うん、ずんだ色でしょ。ずんだ色でもないんだけど。うおー、どうしてました。え、じゃあ枝豆は黄色。枝豆は黄色。枝豆はあの緑で中は黄緑って感じ。ほら、こいつ枝豆の中黄色だと思った。コーンやん、コーン。こういう風に騙してくんだよ、マジで。だから、その騙されてたとしたら俺結構結果出せないかも、今日。騙してねえよ。お前が赤信号はピンクって言うからよ。じゃあ、ここの色は何？この主な色。水色、ここは水色。おお、ここはピンク。おお、いいじゃん。だから、これが緑に見えるわけね、もうね。そう、これは濃いピンクなの。俺からしたらショッキングピンク。同じ色だってやな、これ本当に。まあじゃあやろっか。そう、優しいテストの人がいいです。入国審査優しいとこが良かったね。そうそうそう。これとこれ、ほらもうまだ言ってる。え、この一緒の色全然。これ緑だよ。うれーぐれー言ったー。すぐ世界が違うからね。そうだよ、ほら見えてる景色が違うっていう。基本的に優しくしてるよ、俺。はい、まあ結構いろんな色がねあるんですけども、じゃあ一個一個いこう。うん、このじゃあ俺もこっちに持つ。はい、簡単なのから出した方がいいんだよね。はい、きっと。あ、いきます。わかりやすいことお願いします。バーン。はい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 。いや、これは簡単。俺らからしたらまあみんなわかるじゃん、トレーニングしてきたんで。じゃあこれは何色でしょうか。このアイスは墨色です。じゃあいや、お前枠出てるって、そのみんなの答えの。だってゆうたに今日墨色教えてもらった。墨色っていうのはなんかあれでしょ、薄い黒みたいな、バンティみたいな色のことだろ。お前墨色を教えた時アスファルトと一緒って言って。アスファルトと一緒や。アスファルトと一緒だね。違う、これはアスファルトと一緒じゃないです。これはあ、第二疑問もあるから。何？カーキ。ピスタチオアイスやん、それじゃ。濃いよね、でも色は。濃い、すごい濃い。濃い茶色。そうだね。濃い茶色です。まあ3回目にしてか、これ結構わかりやすいよね。不正解ですか。いや、まあ不正解だね。うん、今は全然ダメです。墨色はちょっとまずい。墨色ではない。ねえ、ユーマン。マジ滋賀県。いや、お前はこれを茶色って見えてる時もあるの。あるよね。ある。じゃあ行くよ。行こう。次、これもめっちゃ簡単。バン。おお。当てます、はい、このアイスは桃色です。あ、いいじゃないか。正解。正解ですね。よっしゃ。桜色、桜色だ。桜色って答えようとした。濃いピンクも入ってる。うん、桜色って答えようとしたけど、絶対その生きんなみたいな、わざとで間違えんなみたいに言われると思って、もう普通に桃色って言いました。いや、どっちかというと桜色の方が正解だね。調子いいわ。まあ今の正解2分の1ですね。ちょっと成果出てんじゃない。ちゃんと見えてんじゃん。次。いやすごいじゃんってことね。お前、俺を悪くしそうとして。いくよ、次いきます。むずそう。おー、俺ら絶対同じように見えてるんだけど。何色。いや、だからこれは緑とか茶色とかではないのよ。確実に薄い優しい色なのよ。優しい色とかそういう感じなんだよ、山本君。ガチで当てにいっていい、うん、ちょっと限定するよ、うん、じゃあこのアイスはパステルイエロー。いや、まあ、おお、いいとこ行ったんじゃない。まあまあまあ、多分合ってるね。何アイスじゃん。バナナアイス。こういう色ないよね。バナナジュースとかこの色だよね。これは多分バニラアイス。バニラアイスなの、これ。この色ですね。バニラアイスってこの色。あ、えぇ、真っ黄色ではないんだよね。なんか真っ黄色じゃないんだよね。でもいいよ、結構今のは素晴らしいね。枝豆と近いってこと。ごめんごめん、枝豆とバニラアイスは近くない。枝豆は、まあ要は緑だから。俺ら緑じゃん。緑って言って。俺黄色って言ってなかったっけ。お前や。俺らからして枝豆は大まかに何色って言うと、もう緑としか答えようがないのよ。え、外の皮は。皮なんか濃い緑。中はちょっと薄くなってるね。じゃあちょっと黄緑みたいな。まあ黄緑。はい、じゃあ、いきますね。もう本当だ。こちらです。はい。あー、黄
昨日やったじゃん。まあこれとは何色って聞かれたらまあみんな答えれるんじゃないかな。このアイスはアイボリー。アイボリー、こういう系の色だよね。いや、ベージュ系の色じゃない、ちょっと白になんか足した色みたいな色があるんだよね。俺らだったら青、赤、黄色、緑、オレンジとか大まかに色あるわけ、うん、その中だとどれに属すの。うわー、これ属さないの俺からすると。違う違う、属すな。属せるの俺らは。属せるとしたら、まあ、黄緑。おお、もう極限に薄くしていった色がこの色かな。まあそうだね。すごいすごい。うん、だから俺らだったら緑の属性。緑ではないやん。いや、緑属性ではある。の薄めの薄い色。うわ、怖い。これはもう本当に一番むずいかも。ずんだ色を超えるむずさきた。え、こことさ、ここって同じ色。え、あ、ここと、ここ。え、チョコみたいなの乗ってるよ。いや、チョコは乗ってんだけど、他にもさ、これアイス2色あんのよ、まあそもそも。アイスしてる、これ2色あんの。指見て、俺の指が重なってるとこの色は違います。全然、うん、全然違うね。俺からすると、ここの色とここの色ってことでしょ、うん、全く同じ。え、こことここが。あ、そうなの。ちなみに、なんでここ白ね。あー、限りなく白。近くで見ればそうだね。距離とかあんの。え、距離とかあんの。関係ないやん。いや、めっちゃ近くで見れば分かるのよ、色って。まあこれポッピングシャワーですよ。言ってたやつよ、ね、僕が好きな。まあミント色なんだよね、多分。え、この白じゃないとこが黄緑ってこと。そう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 、うん、まあ結構やっぱ見えてないな。あれ、うん、結構見えてないかも。え、でもちょっとさ、曖昧な色多くない。いや、多分ね、31だからそもそもそうなんだよ。じゃあ結構面白そうなもの。うまそう。こちらですね。おお、何それ。美味しそうだね。これは余裕です。うん、こちらピンクと焦げ茶。おお、よし。すごいすごい、マジですごい。まあだからさっきのロッキーロードと同じ色。そうそう、ロッキーロードと同じ色だね。で、その上に乗っかってるのが結構このいたずらピンクというか。まあまあまあ、そうね。ちょっとサムネに使うようなピンク。マッピンクではない。これがマッピンクか、山田から言わせれば。まあぶっちゃけ緑に見えるけどね。うん、まあ、だからさ、常識的な力が備わったわけね。そうそうそう、緑はないから。だからそ、寄せていく練習をしてきたんだもんね。あ、そうそう、見えるわけはないから、急に。じゃあもう結構色としては同じような色もあるんで。いや、結構鍛えられてきてる。じゃあこれ、みんな大好き。いや、時には大嫌いというアイスですね。分かれますね。これは分かれ、好き嫌い、俺大好きです。鮮やかな色ですね。アイボリーそれやめろ、それなし。ずるいわ、アイボリーは白に黄色みがかった。違う、じゃあ違う。じゃあ白。白じゃない。え、白じゃないの。全然白。全然白じゃないの。全然白。あー、これじゃあ今日一むずいかも。鮮やか。すんごい鮮やか。アイス界で一番鮮やかな、ね、一番鮮やかな色が。あ、はい、いいですか、第二希望だけど。薄ピンク。違う違うな。めっちゃ薄くしたピンク。違う、ピンクではない、全く。薄さゼロ。薄水色。あー、まあ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 、ヤマトは分かりましたね。もう緑系に弱いんだね。緑は基本的に薄く見えてんだよ。これミントの色なんだけど、だってカーキにも弱いやん。で、枝豆のあの薄い緑の中のものを黄色に見えてたわけやん、うん、これも最初黄色って言ったでしょ。じゃあヤマトってモンスターズインクのサリー何色に見えてんだ。確かに真っ青。まあまあ青いですね。で、あの点々が、模様がピンク。ピンクはもう怖すぎ。ピンクは、え、待って、マイク何色。マイクは黄色やろ。あれほぼ枝豆だな。あれは黄色じゃないの。お前青ピンクと真っ黄色の物語だと思ってるんですよ。別に色として見てないから。マジ、マジ。え、恋と色ってさ、名前変わるよ。まあ変わるけど、まあ主に俺らそんなに色に対してそんなないの、うん、そもそも見えてるから。これがじゃあこのアイスの色ですって言われたら、あ、こっちの方が綺麗だけど同じ色なんだなって思える。広いんだよな、その色の幅感が。むずいんだよね、マジで。じゃあなんか結構色は混じってるやついってますね。はい。うわー、むずこちら。いい、まず黄色入ってるよね。うん、これ黄色だよね。主体知ってますね、黄色が主な色です。桃色入ってる。ピンク。あー、入ってる入ってる、うん、これがわかんねんね、これ。いや、それ多分結構わかると思うな。頑張ってきた色だと思うよ、お前が。カーキ。カーキではない。黄色ピンク、カーキのアイスがあると思うんだもんね、ヤマトは。カーキを。まあ、こんなアイス珍しいですよ。これ、同じ色じゃない。違う色、違う色。ずんだ色。茶色。はぁー、もうダメだ。次。はい。こちら。おぉ。うわぁ。また新しいの出てきましたけど。むずむずいっしょ。
待って、これ結構むずいっしょ。何色？バニラ色バニラアイス。合わせなかったか。合わせなかったか。バニラアイス。バニラアイス。あ、さっき見たと。うん、さっき見た。さっき見たよね。やっぱそうだよね。めっちゃ綺麗だなと思って。いや、でも黄色だよね。黄色っぽい感じの。クリーム色だよね。そう。アイスです。さすがにわかるけど。じゃあ、次。こちら。いや、舐めんなよ。バニラアイス。さすがにね。さすがにね、ごめんごめん。さすがにね。あの、あれね、その。さすがに。違って見えるとかじゃないから。さすがに。そうか、そうか。もう、ラストぐらい。おー、当てて。これね、難しいんじゃないかな。あ、これ、あれ答えじゃないよ。まあ、アイボリーに見えるから、基本的に。いいけど。で、なんかちょっとピンクっぽいというか、赤みがかってる感じはあるかな。イチゴだよね、多分これ。いきます。ベースアイボリーの具がピンク。いや、まあ、合ってるんじゃないかな。お白、まあ白ってみんな言うかもしれないけど、みんなわざわざアイボリーなんて言わずに、うん、白とピンクって答えると思う、普通。え、これとポッピングシャワーって違う色？違う色。だからそれが焼かんないね。焼かんないこれは全然違う。これが同じ色に見えるみたいです。並べてみていい？あ、並べたら分かる。うん、うん、これが本当に全く同じ色に見える、このベースの色が。これが同じ色なんだって、みんな。へぇー。山本は今だからさ、ポッピングシャワーとこれ頼んで、これが2個重なってきても普通に食い切れるってことでしょ。そうだよ。もらった瞬間わかんないってこと？わかんない。このプチプチが入ってるからさすがに違いわかるよ。ただこの具を抜いた状態でこの2個を合わせられたら若干黄ばんでんのかな、ヤマトって世界。いや、誰がワニなの？目が黄色いからね。マジそういうことじゃん。黄色ベース見えてるみたいなね。なるほどね。損すぎなの、ね、そこから来てる。今日の一番の発見はポッピングシャワーの色がマジでわかんないことだ。昨日気づいてた。昨日気づいてた。より見てわかんなかったね。まあ以上でね、テスト終了です。はい。まあサーティンはむずいわ。あの、はっきりした色はさ、やっぱあんまり料理で使わないやん。まあもうデザートだけど、真っ青のアイスとかないやん。うん、真緑のアイスとか、うん、で基本的に美味しそうに淡い色になってるから、俺らもむずいぐらい。なるほどね。俺らには見えてるんだけど、全部の色が、うん、説明しにくいね。ヤマトの方が色詳しいけどね。アイボリーとか黄土色とか。本当？詳しいというよりかは、青は青っていう固定概念があるから、その青っぽいものを青って言いたくないから、その色を教えてもらう。アイボリー、オフホワイト、ホワイトみたいな。だって別に全部白っていうもん。白っぽかったら俺らは、うん、茶色っぽかったら全部茶色っていうし。そこなんだよな、緑と茶色がマジでわかんないんだよな。てかさ、同じ人間なのにめっちゃおもろくね。いや、びっくり、本当にすごい、ね、面白い。だってしかも見えてはいるんだよね、多分前職。あ、そう、判断能力がないだけでしょ。うん、この色とこの色の違いを考えるとこがみんなと違うんだ。そこの回路がね、多分一個ないんだと思う。一応この敷物の本を今回用意して、これもやってみたんですよ、うん、みんなからしたら分かるでしょ。もう、何も気なしに見てる。分かる。分かんないっすよ。分かんない。このベースの色に書かれてるこのあれが見えないってことか。そう、で全部この色が一緒だから。あー、これカメ。カメ、うん、カニ。カニ。これに関しては絵がない。これはね、鳥。絵がない。全部一緒の色っていうか、その違いは分かんない。線で見えない。もう線で見えるんでしょ。見えるね。で、これはなんとなく線で見えるんだ、こうやって。はいはいはい。これチューリップ。チューリップで、この2つが地獄なんだけど、これはもう全く同じ色だから、全色同じみたいな。すごいね、やっぱり実力者って感じだよね。うん、本当に。だから1億もらえますって言われても手裏剣とか。これの何に書いてあるか分かった。1億もらえるって言われても手裏剣と答えるんだ。渾身で手裏剣って答える。じゃあもう見えてないわ。はあ、見えてないね。最後の色は何色と何色なの？グレーとピンクかな。ヤマトちゃんにがあるとしてよくなんか言ってる。俺らの服にグレー着てきてるのにピンクのセットアップだと思ってる時とかあるでしょ。うん、まあ自分の立ち位置が分かりましたよ、今回で。何が苦手か分かった。今日トレーニングの仕様ねえんだよな。まあこれは無理かもね、トレーニングの仕様。うん、見えないんだもん、だって。けど他は覚えれるかも、無理すれば。でもそっか、全部のものを覚えればいいのか。だから31のアイスの色は普通に暗記じゃん。あ、そっか、暗記か。暗記めっちゃ得意だからね。まずこの色盲に気づいたのが小学校の時だった。絵のコンクールで俺が描いた絵がなんかもう素潜りしてる絵だったんだけど、自分の肌をオレンジに塗ってたので、賞を取った時に、その市長賞っていうのもらったから、市長にインタビューされる時に、なんで自分の肌をオレンジで表現されたんですかって聞かれて、オレンジ塗ってるんだと思って、肌色ですよって思ってたんだ。そう。で、そこで気づいて、そっからはもう、特に嫌じゃなかったから、まあ面白く描いてるけど、画家になりたいという絵はそこで
まあまあまあ、もう慣れんじゃないかなと思うけどね、なんとなく分かってるな。逆にみたいな。まあ、ただやっぱこの仕事だから服をさ結構好きでいっぱい着るじゃん、うん、その時にこの色とこの色合わないとか、うん、合うとか、まあ、そこは教えてくれる人が周りに常にいれば困んないけど、だってもっと分かんない人いるんでしょ、もうほぼグレーに見えてる。そうか、うんうん、まあ、全員が全員こう明るく振る舞う必要はないとは僕は思うんですけど、うん、意外と友達とかだったら会話とかしてて、うん、じゃあこれ何に見えるのっていうので、意外と盛り上がってするよ、ね、盛り上がった、うん、全クリエイターそれで一回盛り上がったことあると思うやそうだね。だからなんかそういう話題としてやったらこうプラスに変えていけるのかなっていうところもあって、今回ね企画にしてみたんですけど、まあ、結構おもろかったんで、うん、第2弾があるかもしれないということで、まあスニーカー最近ねいっぱい買ってるんで成長できればなと思います。はい、はい、色当てたらプレゼントとかね。うわー最高やん。スニーカーに行ってね、うん、外したやつ全部購入。申し訳ないけどなんかそこ天秤にかけるのはいやでもやりましょう、ちょっと近日面白そうなんで。はい、ということで本日の動画面白かったらね、高評価とチャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いします。お願いします。そしてね、僕たちショート動画の方で自分たちのね結構面白いシーンを切り抜いてあげてるんで、まあなんかちょっと今日時間ないなっていう時はなんかそのショート動画とか見て面白そうなのがあったらその動画パッて飛んで見てもらえたりすると結構いい感じになるかなと思うので、ショート動画のチェックもぜひぜひよろしくお願いします。お願いします。それじゃあまた次の動画でバイビー。